ストライクショット。こんにちは、Xフラッグの中の人、パナエです。ということでね、2017年明けましたけれども、なんと2017年もパナ声をやっていきます。皆さんありがとうございます。前回ね、ちょっと乗っ取られかけたんですよ。ターザンババゾノシっていう方にね、最後にね、アンケートを確か取ったんですよね。で、皆さん次は誰がいいですかっていうアンケートを取った結果を発表したいと思います。まず、他の中の人が 33%。 そしてターザンババゾノ、なんと 17%。 そしてなんとパナエは 50%。 皆さんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、やっぱね、やっぱそうだよね、やっぱパナ声がいいんだよね。全部一緒に聞こえるかもしれないけど、きっとこれに価値があると思うんだ。ということでね、皆さんまたコメント欄にね、あ、違うね、フォームにたくさんねご応募いただいたので、その中からまたやっていきたいと思います。2017年はいい声を出していきたいと思いますよ。動画のコメント欄にたくさんコメントをいただいているので、そちらもまず紹介したいと思います。まずはですね、くじラーメンさん、ありがとうございます。これからもパナ声ファイト、 Thank you。 うっふっふっふっ、いや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 、パパパパパ。そしてタッキーさん、パナエさん、もっと SOS ボイスやってください。いいのか、やっちゃっていいのか、いろんな声出しちゃうぞ。そしてひなさん、パナ声大好きです。モンストの中の人の中で一番サナパッチョが好きです。あれ、なんでパナ声大好きです。あ、でもね、ちょっと言いたいことある。パナ声大好きですの後にハートがついてるのね。でもモンストの中の人の中で一番サナパッチョが好きですの後はびっくりマークなの。これちょっとパナ声の方が好きなのかな、多分。まずは1体目は、ですね、誰からもらってるかっていうと、はるかさん、たかさん、ブーさん、ロゼさん、パチコさんなどなどなどからいただいているストライクショットいきたいと思います。2017年のね、ちょっと初めてのねセリフなのでね、喉の調子がね、どうでしょうね。いきます、チクッとしますよ、ストライクショット。では2017年初めての点数お願いします。あれなんか待って、まずさ、いろいろあって、まあ点数も突っ込みたいとこあるんだよ、点数も突っ込みたいとこあるんだけど、これよ、これ誰、これあかんやつですよ、これ T シャツになるやつやん。あ、これ、いや、まあこれね、ちょっとこれ、じゃあこれを忘れて点数に行きましょう。点数にね、え、なんでだろうな、え、か可愛かったと思うんだよな、やっぱ持ってないんで、そんな聞き慣れてないんですよね。チクッとしますよ、ストライクショット。チクッチクッ、結構痛いからな、よし行くぞ、チクッとしますよ、ストライクショット。ちょっとね、ちょっとまだね、声が仕上がってないかもしれない。42点、2点しか上がってない。可愛い声ね、向いてないんだよね。なんか消え入るような声は割と得意です。ちょっと可愛らしい声はちょっと、いやでもね、ちょっと2017年はそっちも目指して頑張ります。続いてはですね、 R さん、てんてんさん、ゆうまさん、パナエ大好きさん、ダークトーさんなどなどからいただいております、ありがとうございます。これはね、みんなね、好きなキャラだね。私も思ってるので、できるんじゃないかなと思います。それでは、いきます。来てよ、電話揺るがせ、これが全能の力よ。これはいけんじゃないか？ダン！お、さっきより全然高い。でもちょっと絵のクオリティはどうでしょうか。ちょっと目どうしちゃった？目、眉毛じゃないんですよ。眉毛じゃないんですよ。え？え？
メガネ？グラス？グラス？グラサ？え？グラサ？え、だって目あるよ、ここに。皆さん、これがグラサンって言うんですよ。しかもこう、ないんですよ、ここ。これだけ浮いてんの。おかしいでしょ。忘れた。いや、でも点数はかなりいいですよ。だってこれ、半分、これ半分何点？1000、1005点。違う、1006点。違う、1008点。1008.5点。1008.5点よりか上だから、だいたい60点ぐらいってことですよね、きっと。だいたい60点ぐらいってことだよね。もうちょっと上げたいよね、でも。これもうちょいいける気がするんだよな。泣いてよ、天を揺るがせ。これが全能の力よ。これがーがなかったか。確かにな、これがーちょっと必要だな。ちょっと、もう一回やります。お願いします。雷帝よ、天を揺るがせ。これが全能の力よ。いいんじゃね？これすごい恥ずかしいんですよ、こういう人やるの。お願いします。おー、嬉しい。2017年高得点出ました。つまりこれは100点中何点ってことなの。1008.5 点が半分でプラス1000点ってこと、あと 8.5 点足りないってことで95点ぐらいってことかな。なんで、でもこっちは進化しなかったんだけど、サングラスつけ作ってほしかったよ。続いていきたいと思います。これね、どうでしょうね。これですね、タメちゃんさん、そしてオブちゃんさんからいただいております。他ね、たくさんも皆さんいただいております。ありがとうございます。これね、これはもうなりきることが大事だよね。ちょっと気持ちをしっかり込めることが大事かなと思っております。いきます。 DFKKI ダッキーちゃん。いやー、なんか最近低い声の方が上手くなってきた気がする。さあ、点数どうでしょう。お、S1017点だから、さっきのゼウスよりかは高いけど、どうの動きが足りない。え、どういうこと？どういう動きしてんのあいつ？ちょっとみんな待って。こうしてんのか。どうちょっとおたく。ってことね。DFKKY こういうこと？ DFKKY ドッキーちゃん。よし、いきます。DFKKY ドッキーちゃん。わー、わらわの言う通りにしていればいいのよ。これはもしや来た？届いた？気持ち届いたんじゃない？これ点数出た。ダン、うおー、やばくない？これ今年最高点になるんじゃないの？もう無理なんじゃない？これを超えるって結構厳しいんじゃないの？しかもちょっと待ってくださいね。まず点数素晴らしいですね。これはちょっと待ってくださいね。皆さんこれは中央です。これはわら、声はね、確かに声は、声はこれわら。ちょっと点数の驚きよりもこれの驚きの方が大きくなりそうな感じですけれども、今回はね、3キャラクターやってまいりました。ナイチンゲールの進化と、そしてゼウスの女進化と、そして中央ですね、やってまいりました。そしてパッチョがね、ダッキーをやってくださいました。わらわね、まあイラストは置いといて、声はすごくいいですね。ということで、まだまだね、募集しております。コメントとかフォームとかどちらでも全然問題ないので、皆さんやってほしいキャラクターまあいっぱい出てきてるからね、ドラーとかもあるかもしんないしね、などなどなどいただければと思います。そして今回もこちらにアンケートついております。こちらのアンケートでね、ぜひ次また誰がやるのか、鼻声になるのか、それともババ声になるのか、他の人なのか、などね、ぜひアンケートに答えていただければと思います。ということで、2017年一発目のバナ声8です。
8回も続いてるんだ。皆さん本当にありがとうございます。今年もよろしくお願いします。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は登録をお願いいたします。次はどっちの動画に行く？